それ僕も読んだよ。レンタルでね。久々ですね。自分レンタルスやらさせていただいてるんですよ。レンタルス。レンタルの方がお得じゃん。まあ、そこんとこうまくやろ。え、あ、うまうま。そうさ。私は恋のやじろべ、別れん間際の五条橋、漫画読むならレンタル。演歌レンタ、なんで泣いてんだよ。え、すいません、レンタ。